リモートニュースの時間です。社長のお金で飯を食べてきました。ゴールデンウィーク中2日連続で中継業務のお仕事がありました。業務を終えると社長からメールにて、帰りにみんなでうまいもんを食ってきていいよ、俺のおごりでとのメールが入っていました。早く帰れることを考えて高速道路のサービスエリアでたらふく食べてきました。サービスエリアで食べたことを社長に伝えると、もっとうまいとこで食えよ、金返せと言われてしまいました。以上、リモートニュースの時間でした。